どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。ごちゃごちゃした部屋の中にいるとなんかこう気持ちがすっきりしなくて、で家族の人間関係がちょっとごちゃごちゃしてきて病気がちになっていって、お金もどんどん出ていってっていう経験ある人多いんじゃないかなというふうに思います。僕がその物を手放していってすっきりしたお部屋になる前っていうのはもう普通に物ごちゃごちゃありました。やっぱその時は疲れも取れずに仕事も集中できずにその仕事でも結果が出ずにみたいな、なんかそういう状況ありましたし、人間関係でもなんかすっきり入れなくてみたい な, なんかそういう状況があったと思うんです。なので部屋の中をすっきり空間に保つっていうのは今こういう状況になってみてですけどすごく大事なんだなっていうのが感じてます。僕はそのごちゃごちゃした部屋とこういったすっきりした空間の両方経験してみて、圧倒的にこういったすっきりした空間にいる方が仕事も集中できるしお金も貯まりやすいし人間関係もスムーズにいくしっていういいことしかないわけなんで、僕はこういったものをキープしているわけなんです。ただその動画のコメントだったりライブ配信での質問でなかなかその物の量をキープできないですと、気づいたら物が増えてしまいますとか、なんかそういった意見もちょいちょいいただいてました。なので今回この動画でその物の量をキープする方法だったり考え方みたいなのをシェアしていきたいなというふうに思います。って言ってももう非常にシンプルなんで、はい、じゃあ行きましょう。じゃあそもそもその最適な物の量って何なんですかっていうふうに、まあこの動画見てる人で疑問に思う人もいると思うんですけども、まあ僕の考えだったり他の人の話を聞いている中で、まあ思っていることとしては、その人にとって必要最低限な量だと僕は思ってるんです。なので、ただ単純にヨガマットの上で寝ればいいっていう問題ではなくて、その人にとってその睡眠の質が大事だったら、ちゃんといいベッドを買ったりですね、自分にとっての最低限必要なものは何かっていうのを一旦ノートに書き出してみればいいと思うんですね。お食器はこれぐらいあればいいだったり、まあ、ざっくりでいいと思うんで、とにかくこれはこれぐらいの量があればいいっていうのをノートに書き出してみれば、その人にとっての最適な量っていうのがわかると思います。で、問題はその量をキープするっていうことなんですけども、物の量をキープするためのアプローチなんですけども、僕は大きく2つあると思っています。でまず1つ目が定量的なアプローチ、もう1つが定性的なアプローチって感じです。あ、なんかちょっと難しい言葉使っちゃいましたね。と定量的なところで言うなら、あらかじめ決めておいた収納スペースをはみ出さないようにキープするっていう方法、あともう1つ定性的なところで言うと、モヤモヤしたら物を減らすみたいな、そういう感じですね。では具体的に僕がどういうふうなことをやってるかっていうと、例えば洋服で言うと、ここのクローゼットのスペースがはみ出さないように洋服を買ったり捨てたりしてます。であとはこちらにも、洋服の収納スペースがあるので、このスペースをはみ出さないように、まあ、量を減らしたり、まあ、買ったりしているっていう感じです。あと食材スペースがここにあるんですけども、例えば調味料で言ったら、ここのスペースをはみ出さないように、まあ、収まる分の量しか持たないっていうことをやってます。他にも例えばこっちの左のスペースに、スキンケア用のぶっ込みスペースがあるわけなんですけども、このスペースが空いてたら物を足していいですし、今はパンパンに見えるので当分はこのスキンケア用品は買わないっていうことをやっています。なので、ここはこのスペースだっていうのを決めて、で、そのスペースが空いてたら足していいですし、いっぱいだったら買わないとか、あとは新しく買ったらその古いものを手放すとかですね。そういった感じで、ここのスペースの量をキープするみたいな、そういう感じなんですね。で、なので僕の場合はそれ以外のスペース、例えばこういったところっていうのは物を置かないっていうふうに決めてるので、まあちょっとこう部屋の片方、6畳1間のワンルームではあるんですけども、こういった広くスペースを保ててるっていうような感じです。ただ僕にとっての今の悩みの種もありまして、それはこちらのスペースです。これ下段ボール何があるかっていうと、確定申告用の書類なんですね。保存期間が7年とか8年ぐらいだったと思うんで、それまでは捨てられないんですね。なんでそれまではもう物が増えていくばかりということで、徐々にですね、ここのスペースが侵食されてるんです。なのでこれ本当どうしようかなって思ってます。なんかいいアイデアがある人いたら教えていただきたいですね、コメント欄で。
そんな感じでまとめると、まずはこれがどれぐらいの量必要なのかっていうのをあらかじめその必要最低限な分としてノートに書き出しておくっていうのがまずファーストステップだと思います。でその次に、じゃあこれはどこに収納するかっていう、そのスペースっていうのを確保しとくっていう、まあ決めておくみたいなもんですね。スキンケア用品はここ、食器類だったり調味料だったらここに収納するみたいな、そういうスペースを決めておくと。でその次に、そのスペースをキープするために買わないだったり、なんか新しく買ったら前あるものを捨てるだったり、あとはそのごちゃごちゃしてきたなって思ったら手放していくっていうことをやれば、物の量っていうのはコントロールできるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてスッキリ空間をキープできるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひやってみてほしいと思います。ごちゃごちゃした部屋にいるよりも、必要最低限のもの、ワクワクするものに囲まれている部屋にいた方が気持ちもスッキリしますし、気持ちがスッキリしているので、その人間関係面だったり仕事だったりお金面だったり、いろんなところにいい影響を及ぼしてくれるかなというふうに思います。そうなので、スッキリ空間おすすめですよっていう感じですね。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。前僕がやっていた失敗としては、やっぱ買って捨てて買って捨ててっていう、なんかそれをこう頻繁にやって、結局お金の無駄遣いをしてしまったみたいな、大量消費じゃないですけど、まあそんなことをしてしまった経験がありますんで、最近ではその物をちゃんとこう使って、お役目ごめんで気持ちよく感謝の気持ちで手放すっていうことをやっています。前はそのカメラ関係をガチャガチャ変えていたんですけども、その撮影環境っていうのももう落ち着いてきているので、次買うとしたら仕事道具のパソコンかなっていう感じですね。またそれ買い替える時になったら、またシェアをさせてもらいます。はい。